ですけど、ちょっとお聞きしたいんですけど、つば九郎さんとはよくカープの選手とかと絡んでたりするんですけど、カープの選手で仲いい人とかお二人見えますか？よかった。ずっとつば九郎さん推しだったんで、ちょっとドアラさんの質問がないのかと思って、最終的にお二人ってことでニコイチでよろしくお願いします。まあ、2人とも20周年ですからね、長らく高橋義彦さん、選手じゃないし、古い、選手じゃないし、古いけど結構、飲み仲間ではあるような気がしますね。はい、よくコーチとしてありますからね。はい、ドラさん、誰か仲いい人いるんですか？考えてるよ。スラって誰スラリーのことか。そっちか。選手っても頭の中あるからスラって誰だって、ピロピロ出すやつですね。そうですね、ピロピロ出すやつですね。はい、なんかいっぱい出てきたよ。前剣、キック、マル、アマヤン、飯原くん、飯原くんって飯原くんは違うね。石原くんね。あ、石原くんね。そうそうそう、そっち県立岐阜商業の方ね。ほろドン。はい。キックだけじゃなくて、こうブーパンチも結構威力あるね、つば九郎さんね。あれ、結局スライディングだけ。もしもしスライディングだけ。結構でもベンチ前行ったらですね、コーチとかとね、石井拓郎コーチね、よくやられてますよ。何かといじられてますよ、うん、はい。さあ、もう一方聞こうかな。どなたかいらっしゃいますか？聞きたいことをお挙げください。あ、すみません、前の方ちょっと早かったんで前の方行きますね。去年、ヤクルトに新しくトルクイヤっていうマスコットが出たんですけれども、お二人はトルクイヤのことをどう思ってますか？なかなか金銭ついてきますね。どう思いますか？なかなかいいことついてきますね。はい、至近距離から打ってきましたよ。日本語わかりません。嘘つけ。しっかりひらがな書いてるし。おかしいな。あ、一方気になる。気になる。ははー、ちょっと肉体派ですからね、ですね、彼ね。ですね、ちょっとね、二人にないものを持ってますからね。はい、あ、言っちゃった。申し訳ない、申し訳ない。ね、はい。まあ、そういう二人でございます。なんか取り留めもない会話がですね、こう連綿と繰り返されているという感じもいたしますが。いや、本当ね、後輩たちが達成感がないとちょっと分かってないですよね。